最近曲あんまり聞いてないけど、あれは聞いたな。ゾーンが誰だっけ、ウーバー違うなんだっけ、ウーバーワールド違うなんだっけ、ラッドウィンプス、どっちだ、ウーバーワールドとラッドウィンプスの違いがわからんと一緒に歌ってた曲は見たな。どっちも世代じゃないからわかんないんだよな。多分レゲエ興味ない人にとってのミキドーザンとチェホンぐらいの差が。俺ね、ラッドウィンプスとかウーバーワールドズが出てから俺曲聞いてないんだよな、その時期。テレビ番組もそうなんだけど。あ、でもね、さすがに俺がカラオケ行ってた時期に世代だったら、まあ、誰かしら歌ってると思う。どこ行った？だって俺も別に興味あったわけじゃないけど、やっぱり世代の曲って結構知ってるしな。興味あったわけじゃないけど知ってる曲系。まあ、それこそめっちゃ流行りとかで言ったら湘南の風とかもそんな感じだもんな。湘南の風は複数人でカラオケ行ってたらもう避けては通れないみたいなところあった。あ、そうそう、オレンジレンジとかね。興味あろうがなかろうがのレベル。水蓮花はまだ若干新しい方なんだよな、俺。俺の中の湘南の風の中では。湘南の風のイメージだと。なんならもう水蓮花が最後なんだよ。水蓮花で湘南の風はもう最後の曲みたいなイメージだ。もはや。そっから聞いとらん。まあ、ネットの流行りもあると思うけど、音楽番組とかを見てなくても、全く興味なくて聞く気すらなくても聞いちゃう曲だったら、まあわかるんだよな、まだ。米津とかさ、ゴールデンボンバーとかさ、ガチで興味なく、うわぁ！でも、ラッドインプスとウーバーワールドは、マジで多分一曲も知らんわ、俺。何もわからない。あの、雰囲気すらわからない。曲調みたいな。俺ね、聞いたことあんだよ。その知らないっていう状態から。本当に聞いたことない。マジで全くわからん。一曲もわからなかった、俺。なんだっけな、ゴリラがどっちか知ってんだよな。もうどっちだったかも覚えてんねんけど。あ、全然全然そうなんだ。それは知ってる。いや、多分普通の曲はわからん。CM してた。いや、そうなんだよ。あの、CM してたら気づくはね、やっぱね、テレビ見てないから気づかないんだよね。でも、ヨネズとかゴールデンボンバーとかは、テレビ見てなくても知ってんだよね。そう、ニコ動的なそういうネットの流行りもあるね。なんかね、やっぱね、テレビも見なくて聞く曲って、マジでどこの店行ってもその曲流れてるレベルの曲じゃない。多分、耳にしたことはあるんだろうけど、あの、記憶に留まんないわ。その、ちょっと流れたぐらいだったら。ガチでどこ行っても流れてるやつはもう、本当に、興味なくても覚える。あ、でも、香水は俺知らなかった。香水は俺、ロビン君で知った。ロビン君ルートでそういうの知ると、大体歪んで覚えちゃうんだよな。マジ迷惑。なんだっけな。香水もそうだ。香水の曲なんだったけど、原曲聞いたら全然違えじゃん、メロディーって思ったんだよな。いや、あのね、ロビン君誇張してふざけて歌うからね。俺はそれで覚えちゃうんだよね。それが原曲だと思っちゃうんだよね。なんだっけな。ね、香水とね、なんかまだ別にあったんだよな。あ、違う、でもあれ、ロビン君じゃねえわ。鈴木雅之の、誰だっけな、なんかさ、芸人さんだったか何だったか忘れたけどさ、違う、そうじゃない、みたいなこと言ってる人いなかったっけ。なんだっけ、あれ。俺、あれで覚えちゃったんだよな、最初。あ、原曲だったらそのパートがあるんだ。ファーストテイクだとそのパートがねえからさ、マジで俺嘘だと思ったわ。マジ騙されたと思った。あ、そうだ、ドキュメンタルだ、ドキュメンタル。あれが鈴木雅之だと思ってた。ライブの時めっちゃ誇張して歌う？まあ、でもライブの時に誇張して歌うとさ、昔の歌うま歌手あるあるじゃない？歌うまい人って、特に昔の人なんだけど、主に。ガチで誇張するよね。もう違う曲だもんね。もはや。長渕とかさ。もうライブバージョンの別の曲だもん。歌うまい人。まあ、癖は強いから、好みはあれど、やっぱ俺の世代から考えると、やっぱサザンだの、ビーズだの、あの辺の人たちがめっちゃ歌うまいなって感じだけどな。まあ、それより昔の人、なんか昔の歌手の人って歌うまい人多いよね。なんか歌うまいのと曲がいいのって別な感じするわ。ああ、アドは逆に名前知ってるけど曲一つも知らない。名前知ってる。あ、うっせぇわはね、タイトルだけ知ってる。曲名で、あ、いや、これ本当に別に何もうこれ聞かれたから答えてるって、ちゃんと察してほしいんだけど、今聞かれたからっていうか話の流れでも答えるから、別に変に攻撃してるわけじゃないんだけど、なんかタイトルがちょっと恥ずかしくて、なんか聞く気が、なんか歌詞。
そのセンスが恥ずかしいっていう話じゃなくて、曲がなんかそういう感じなのかなって思うと、ちょっと聞くのが億劫になる。うっせーわ以外はね、ツイートしか知らない。盗んだバイクで走り出すまま変わらない。いやでもね、盗んだバイクで走り出すは俺あんまり別に曲知らないし、俺そんな尾崎豊好きなわけじゃないけど、あの曲って結構悲しい歌じゃない？そのもちろん盗んだバイクで走り出すのところだけ知ってるとちょっとイキリっぽい感じするけど、あの曲って結構悲しい歌なんじゃないの？ちょっと切ないというか、なんか思春期みたいな、なんか訴えかけてくるところがちょっとやっぱ違うから、世代の刺さり具合だと思うわ。もちろん盗んだバイクで走り出すも、まあある意味反抗期ではあるんだけど、イメージ的には思春期なんだよね。でもうっせーわはなんかすごい反抗期って感じして、言いたいこと伝わるかなこれ。ああ確かにね、そうかもそうかも。思い出してる過去の話と現在進行形の話なのかも。いやわかんない。でも俺ね、うっせーわ聞いたことないから別にあのそこはわかんない、どっちでも。まあそんなそこは深掘りしてもあんまいいことない。ないって最初に言ったじゃん。あのタイトルが恥ずかしいから聞いてないって話だよ。ああ、夜遊びとかいい、好きだよ、俺。なんだっけ？夜遊びと、ずっと前と、なんかずっと夜みたいな。なんだっけ？なんかもう一個あるよな、夜シリーズ。なんだっけな？夜遊びと、ずっと前と、あともうなんかもう一個なんだっけ？なんかもう一個夜あるよね。夜しかか。ずっとマヨネーズでいいのに。あとはもうわかんないなぁ。わかんない曲だらけや。もうサンアーマー使ってるやつはバカ。俺のレベルでね。そうなんだよな。タルコくんのキャラクターにもやっぱりやる気がある。やる気がなくなっちゃうキャラクターの。タルコくんをやってるっていう自覚がないわ。このレベル、ここでサンアーマーは。まだケチなところが垣間見える。タルコくんって闇落ちしないと人権なし？まあ、タルコく市民ではないね、やっぱり。正直。タルコく市民ではない。観光客って感じ。なんか、でもの、闇落ちしてない人たちは、それでもできてるって思ってる。気づいてない。自分たちにまだ市民権が与えられてない。タルコフ市の市民権が与えられてないことに気づいてない。まあでも別に楽しめるよ。タルコフ見て、配信を見て、あ、面白そうって思って始めて、まあ普通に楽しめるよ。死んでもワース来たオフェルかぶったスカブちゃん。死んだくね？死んでる。なんか二人いたわ。G36 いいね。使わない派は割とどっちでもいい派だね。俺ね、タ
タルコフの上手い人たちって、みんなエルゴある程度捨てたプレイするんだけど、捨てたプレイっていうか捨てたカスタムするじゃん。そもそも腰ダメだし、みたいな。って言うんだけど、俺ね、エルゴ結構欲しいんだよね。だからつってサプアンチなわけじゃなくて、サプは、まあ、つけることも全然あるんだけど、サプ至上主義みたいな感じじゃない。サプつけた瞬間にさ、エルゴの値がモリッと減るの、あれ気分悪くね。わお、うまっ。ダイアリーも地味にうまいんだよな、これ。来た！オッケー！気持ちいい！キモティカ？ん？キモティカ？やっぱゴール系はマジで抜けるな。